これあれですよ、登録者数、はいはいはい、もうすぐ50万人ですって。うん、遅っまあでも100万人以降から始まりましたから、そういう意味で言うと遅いですよね。でもまだ1年経ってない。経ってない。でももうそろそろ1年。チャンネルの名前も変わって、うん、ね、これからまた50万人倍増やそうということですよね。いやまあ今登録していただける方々にまあご愛顧いただき続けた、うん、そうだから、ね、目指せ100万人っていう感じよりは、うん、この人にまずは楽しんでもらおうっていう、うん、チャンネルにしようということですよね。おこがましいですね、100万人。そうやそうや、あのうちの奥さん言ってたけど、はい、あの人一緒にやりだした人いるやん、中里さん。おう、もう100万人いってるらしいで。へえー、あー、そらそら YouTube 同期言ってた。おう、すごい。そらそらもう行かれるでしょ。それやっぱりね、ライフスタイル見たいとか、うん、メイクがとか、うん、コーディネートがとか、そういうことなんでしょうね。ご家庭もあるしね、うんそうか、メイク動画でなんか、まあ、言ったらどこをトークの中を化粧したでしょういうのを、うん、メイク動画って上げたじゃないですか。 YouTube 見てたらほんまに分類でいろいろあるじゃないですか。音楽とか、ああ、メイクっていうところにあれ一応入ってまして全然ちゃうから詐欺詐欺。他はなんか毎日メイクみたいなモデルさんが1秒もマスカラ出てけへんからねほんまにメイクのとこ分類されてたから、ほんまにそれがみんな見んねんな。多分小島くんがなんかメイク知ってんのか、それもすごい、ワイドショーかなんかでやってたで。はいはい、やってました。地雷メイクみたいな、 100万再生、なんか BTS みたいなメイクを小島さんがやってみたとかが100万再生超えたりとか、なんかそんなありますね。すごいよな。そんなほんまやらないですもんね、このチャンネルすごいよ商店街だいたいこの風景やもん、うん、普通にトークしてバス乗ってバスか商店街でレモンサワー飲んで文句言うて終わりやもう何やったらここよりバスの方が喋りやすい確かに。でもジュニアさんもあの一人で俺一人でね初め会って何本か見ましたけど、うん、やっぱりこうねライフスタイルというか、うん、ね、あの楽屋のより入りの時から本番までって、うん、そう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 、うん、あんなんでも楽屋の本番前ずっとカメラ回ってたらちょっと勘狂わないですか。あー、まあでもまあ二ケツとかはもうなぼーっとしてるというか何もせんやから、うん、あんなにケータリング並んでる楽屋も珍しい。二ケツやろ、はい、すごいね。でまたあれを見るやん、はい、もうこの間おとついから収録があったけど、もうさらにスタッフが遊び出してあもう調味料もずらー調味料はいらんな。ケータリングでいじられてんねん。ここは今日お茶と水でしたけどね。いつも通り。何にもないやな。何にもない。ほぼ毎日配信でしょ。ジュニアさんに関しては。これがあるからやろ。そうです。これだから俺だからな、え、水日の帯やから。水日ですよ。水木金土日。そう。なんか50万人記念みたいな、ああ、なんか します？どうします？そういうのあんの？いや別に、それはその各チャンネルごとに勝手に決めることであって、うん、それはもうコロッケさんちゃう？好きやえ？どういうこと？50万人いったから、うん、コロッケさんにオファーしてみたスペシャルで、うん、ああ50万人突破記念。なんて別に喋りたいわけじゃないんですよ、言うたら悪いですけど俺コロッケさん喋りたいです、見たいんですよ面白いですよね。僕だってもうコロッケさんの YouTube 見てますもん。ああだからあコロッケさんがアップしてるやつ。あコロッケさんやってはるんですか。コロッケさんチャンネルあるんですよ。いやじゃあなおさら一緒にもしやってもらえたら、おもろいですよコロッケさんチャンネル。え一番好きなの何。あのね、あのドルチェ&ガッパーナの歌をいろんな人で歌ってるんですよ。早いなアップデートしてはるわ。見てください、まあ、あのまあまあ見てください自分がちょっと心疲弊してるなとか
辛いことあったなとか、うん、これからどうしよう、あコロナかなんて落ち込んでる時コロッケチャンネルおすすめしたいです。木の実さんとやらせてもらってる番組に、はいはいはい、コロッケさんゲスト来あって、はい、じゃあコロッケってヒロミさんが、うん、コロッケあれやってよみたいな振るんですよ、うん、ほん普通そんなんないじゃないですか、うん、コロッケさんに言うの、うんうん、ほんでわーってやってわーウケてそのモノマネしてる時にその人が足つまずいたらどうなんのみたいな、ってまだやるんですよ、うん、でそんなんコロッケさんにやらしちゃダメですよって言ったらヒロミさんがいやこいつはこういうのが一番喜ぶと、ああ好きなようにやらすより昔は周りの人にあれやれこれやれって言われてた、はあはあはあ、だからそれをやられるとすごい嬉しい、もう誰もやってくれない、なるほどね、上行けなくなったから、うん、だからその時めっちゃ楽しそうにやれるんですよ。でもそうか、だからコロクさんよりちょっと先輩とかだったら楽屋でお前やれとか、はい、こうそういう感じでやらしてて、はい、いろいろ広がりがあったんや、はい、だからそういう人いいひんな俺らで。ちょっと下で、はあ、あいつモノマネめちゃくちゃうまいなとかさ、あでもできて、でもあのビーズのモノマネしてたハロー、ハロー、ハローとかは割とご飯食べに行ったりとかしてる時にクオリティが全く違うけど、まあ、ビーズ専門でね、全部歌詞で歌詞で返してくるのやっぱり、ね、ぜひともちょっと出ていただきましょう、はい、飲みに行きたいわ、ほんまにね。8人ぐらいで飲みに行くんって僕あんま好きちゃうかったんですよ、うんうん、僕ベスト6まで、うん、行き届かへんってこと。そうなんですよ、結果一つの議題でみんなが喋られへんっていうね、それ嫌なんですよ。あの後輩でもいい、結構なんかこっちでこうな、まあ、6人ぐらいでもなんかボリュームちっちゃめでこう差しでやりたがるやつ、はい、うん、それでやれやみんなで、うん、いうなんか、うん、いるよな、はい、それ嫌なんです。だから新劇とかでも、まあ昔ね竜田屋でバーって、まあ、10人ぐらい喋った時に竜田屋上2階のところで NGK 近所ね、こう喋ってる何かの議題になってる時にカットにしてくれやつとか思った時に、いやそれするからお前らトーク思んない、その人の話聞いて今どの流れかも分かってへんのってカットインして、あのビールあれ継ぎましょうかとか、いや今さおるな、落ちへ向かって行ってる途中に、あ何々兄さんあのビール頼みましょうかとかは、いやそれはあかんぞつって分かるわ、その今トークを遮ってまでビール頼んでほしいって思うやつおらんし、おったらこいつ0点、お前は今話を集中すること、この場を楽しませることやねんからええねん、で怖い場所に出た時に、あこれも余ってますよとか、ええー、ねん今は門前仲町のホステスさんでもやらへんよな。いやその門前仲町のホステスさんがどんな感じなのか、門前仲町のホステスのレベルは分かんないですけど、だから言えば6人ぐらいがいいんですけど、でも、うん、こういうふうに抑え込まれてるから、うん、10人とか15人ぐらいでこう飲みに行きたいですね。行きたいですね。なよう分からんけど、結果何の話したか分からんけど、なんかわーわー言うたな。ほんまなんてはことないことでも喋って飲んでよ、もう結局次の朝覚えてなくてみたいな、うん。それでも今思うと、あれ大事やったんやなと思うぐらいなんか喋んのが、ちょっとおぼつけへん時あるみたいな。うん、あれやってるから。うん、なるほど、ちょっとこうストレッチというか。なんか。あだかキャバクラ行かなあかん、キャバクラ。キャバクラをよう唱えるよな。いやコンパ行ったら怒るじゃないですか、はい、今なんかご時世ね、旦那やのに、ああそういうことね、その家庭があって、あ、はいはいはい、キャバクラってどういうことやねん、はい、コンパはね、はい、そのまあ女の子は、あコンパはね、知らん子、はい、そういうまあ言うと出会うためにコンパってやってる、ね、うん、でも全く知らん女の人6人おる状況の時に誰かがウケた、誰かがウケた、何クソって行く時のこのなんていうかな戦闘能力ブンって上がる感じ欲しいね。キャバクラってそんなんやるんですか。いやいやでもコンパでな、あコンパで、うん、いや別にこの人たちをどうこうしたいとかそういうことは全くない、でも知らん女の人がおってコンパあんねんけど行く、あはい行く、6人ぐらいおる、うん、おこっちおって、で、まあ、最初アイドリングだった、誰かなんか受けた女の子がなんかこの人面白いみたいな目がグッといった、ほんでこっちもなんかバーってボケた、うん、この二人のやり取りが面白いってなってる時の1時間ぐらいのこれめっちゃダサいやん。
わかる。わかりますよ。向こうの女の人、例えば、はい、あ、岩尾さん、すごい面白い。あ、ジュニアさん、すごい面白い。って言うてて、岩尾とジュニアさんしか見てへんわけじゃないね。前の女の人6人は、たまにちらっとこっち見る。それに比べて、お前は、一個も喋ってへんの。あれ、芸人ちゃうの。え、なんなん、今日はクールなの。え、私らに文字だから、カッコつけてんの。おい、見とけよ、こら。あのな、俺、高校の時な。やった、ええやん。なんで1時間待機するんだよ。いや、その流れもあるやん。でその、まあね、こっちがバー受けてる時に邪魔できる。こないして行くのはちゃうから、時を待つわけよ。行け行け、お前らは先行馬や。第2コーナーまでお前ら行ったよね。そのから3コーナー差し掛かったら俺がここ出しかける。じゃあガチでコンパする。その4人で。一般の人は4人で。それが別にいいやん、コンパって。今はまああれやけど、この緊急事態宣言が解除されたら、コロナなくなったら、なくなったら、うん、やりますよ。でもそうなってくるとね、コンパするんですか。ねえ、普通に4人呼んでトークすればいいんですけどね。なぜコンパと言っちゃうのかっていう。やっぱりじゃあ何にもないところで4人呼んで喋るのと、やっぱりシーザーサラダあって、唐揚げあって、ビールがいて、それを運ぶはる店員さんがいてという空間で、はい、まあ確かに、いろんなアイテムある中どれを使うかとかな。しかも相手は面識ないと一番いいよ。面識あったらもうなんかよその、例えば事務所の女の人とご飯行かせていただくけど、それはもうなんか会社と会社の付き合いみたいな、まあね、というかそのあどうもみたいな。ビジネス入ってるかとかね、なんかこう、うん、っていう感じ。全く知らん。笑うか笑えへんか、どこ住んでるか住んでないか、俺のことどう思ってるかも分からん相手に、ほら見とけよ、ほらっていう感じで、もうボケたり突っ込んだりしたいのよ。俺昔めちゃめちゃしてたもん。なんでできへんねん。そらおもんなくなるわ。家帰っておせち食うてテレビ見て、ほんだらもう近所の神社行こうか、どうするよ、ああほんであそこのお好み屋行こうか、おもろ話できるか。牙抜けとんねん。スーパーサイヤ人にならしてくれ。ほんま世の中おかしいわ、ほんまに。いやほんまね、吉本入って酒飲んで土地行って喧嘩してね、別に怒られへん思ってたやん、はい、入った瞬間全部あかん言われてさ、はい、おかしい、パンフレットと書いてることちゃうねん。いやまあ、子供の時なんか、おいお前あわざに済ませてる女子大生のことバラすぞ、おいやめろとか言って首絞めやってる師匠らを、ね、はい、19の女お前囲いやがって、ああ、お前やめとか言うてんの。俺子供の時に通過エブリデイとか見てたんや。男が喋りで誰が悪い、何が悪いねん。それが別にそれになりたい思ってたわけちゃうのよ、はい、高校入ってもう勉強できるようになった、 NSC しか行くとこない、ほんでまあしゃーないねって入った。その時の NSC のパンフレットというか、吉本っていうのはどういうとこか、裸でスーパーマンの映画やってるところで、なスーパーマンの映画やってるところで小染さんっていう方が裸でマントつけて走り抜けてめっちゃウケたとか、はい、そんなん聞いてるから、あそんなんやってええねん思ったけど、今やってみ、ボロカス叩かれるやろ言ったら。まあそうですね、書いてる内容はちゃいますね、確かに、うん、まあその時代に戻りたいかどうか皆さん別にしてええねんけど、そら思うんだよ。ほんで芸人コメンテーター思うんだよ。いや他に仕事ないねん。なんか真面目にせん言うてた。年末年始の炎上案件みたいな、はいはいはい、何個か取り上げて やったけど、すごいな、炎上案件。なんかめぐみさんが日曜日で、はい、医療従事者の人に明けましておめでとうございます、本当にねって言ったら、何がおめでたいんだと、うん、もうずっと年末年始大変やった人に、うん、おめでとうございますなんて言うなって言って炎上したんだよ。へえ。とか格付けで、はい、なんかベテランが入ってきた時に若い子が席譲らへんかったみたいなんで、はあ、それで炎上とか。そんなの位置決められてるやろ、うん、そうですね、大体ここ座ってください、ここ座ってね、うん、言って最初からまあ座る席なんて決まってますからね、うん、とか小葉が言ってたけど、ドラえもんで、はい、今やってるドラえもんでなんか契約書かなんかサインするシーンがあるとかで、しずちゃんが、うん、そこに伸び静かって書いて炎上して、うん、夫婦別姓のこの時代に、うわあ。へえ。
もうだから何で炎上するかもう分かんないですね、まあ、多分良識ある賢い方々は分かるんでしょう。それは炎上するせえへん、うん、あるんでしょうけど、俺みたいなもうアホは何で炎上するか分からんからもう怖いわほんまに鼻くそおじくろ、あ、炎上するかも、え怖っ何にもできない駄菓子屋行って一等当たった、あいつ大人やのに一等当たってこんな太い国防もらって帰った、子供に許すべきや、じゃあ僕一等遠慮します、もう訳分かんない、いやいやいや何になるか分かれへんやそんな誰にどこ見られてるんですかそれは俺国防好きやね黒砂糖のやつやりますけどね、バーって買ったこんなんやって、昔俺一等当たって、一等こんなんやマジかこやつ何の話やねん何の話やねん、チャンネル登録お願いします。もうボケたり突っ込んだりしたいのよ、俺昔めちゃめちゃしてたもんなんでできへんねん、スーパーサイヤ人にならしてくれほんま